乗客が車両の外側に乗っているバングラデシュの列車、インドネシア・ジャカルタで混雑のため車体の外側に乗客を乗せる KRL ジャボタベックの電車トレインサーフィン、またはトレインヒッチングとしても知られるは、運行中の列車、路面電車あるいは他の鉄道型輸送機関の車体の外に乗って移動することである。トレインホッピングがフレートホッピングとしばしば混同される場合もある。フレートホッピングがもっぱら貨物列車が対象であるのに、対しトレインサーフィンは列車の種類を問わずに可能とされる。この種の旅行は動いている列車からの転落、電力供給部での感電、建築限界の外側にあたる車両の側面や屋根に乗ることで起きる鉄道構造物との衝突、下車のための飛び降りの失敗といった死亡や重傷のリスクを負うため、生命を危険にさらす危険なものともなり得る。今日、こうした行動は世界の多くの鉄道で禁じられているが、過剰に混雑する列車においてこうした行動が起きている。屋上や踏み板に乗客が乗る初期の鉄道馬車西部戦線におけるドイツ軍の復員列車。すでに車内が満員のため、兵士たちは列車の屋根や扉に捕まっている。混雑するレニングラード市電メディアを再生する。混雑するインドの列車2本。東京の日暮里駅に停車中の買い出し列車の車体の外側に乗るという現象は、最初の鉄道においてすでに現れている。初期の鉄道では、列車の屋根や踏み板に乗ることは普通に見られたが、年代が経過した19世紀後半になり、列車の大きさやスピードが増えると、走行中の列車からの転落を防ぎ安全性を向上させるため、客車には線路から完全に遮断された座席が全ての乗客に対して配置されるようになった。しかし、乗車券を持たないために、車両の外側に乗る人物は存在した。アメリカ合衆国では南北戦争後に鉄道が西部に路線を伸ばすに従い、こうした行動が一般化し、とりわけ方々と呼ばれた移動労働者の間ではごく普通になった。世界恐慌のような広範囲の経済的混乱の時期には他の交通機関を使えなくなった人々に広く使われ続けた。20世紀前半に欧米で路面電車が発達すると過剰な混雑のため、車両の踏み板や扉や連結器、時には屋根にも乗る乗客が現れる都市も見られた。また、第一次世界大戦やロシア内戦、第二次世界大戦といった戦争の時期にヨーロッパでトレインサーフィンは頻繁に発生した。兵士や難民は座席不足のため、しばしば客車の屋根に乗って移動した。20世紀中盤になると鉄道事業者が列車のしかし、東南アジアやアフリカの人口密度の高い国では、鉄道を含む複数の輸送機関で過剰な混雑の問題が急速に深刻化し、トレインサーフィン現象が拡大した。極限の趣味としてのトレインサーフィンは、1980年代に南アフリカの低所得家庭のティーンエイジャーに最初に現れ、やがて世界の他の国々でも見られるようになった。1988年6月17日の AP 通信のリオデジャネイロからの報道では、ブラジルの13歳のティーンエイジャーがどのようにして列車の屋根でトレインサーフィンするようになったかが記されている。ジョージ・メデロス記者はブラジルで1987年には約150人、1988年の第一四半期だけで少なくとも40人のトレインサーファーが死亡したと述べている。記事によると、数百人以上が負傷し、中には麻痺が残る者もいた。記事ではまた、通勤路線を運営する政府の事業者は、死亡や負傷の補償として$70万相当を支払ったと記している。1990年代を通じて、通勤電車でのトレインサーフィンが、ヨーロッパの鉄道近辺に住んでいる若い人々の間に見られるようになった。ロシアの高速列車。サプサンによじ登るトレインサーファードイツでは、エスバーンサーフィンが1990年代に流行した。この現象は2000年までには忘れ去られたが、2005年にフランクフルトのトレインサーファーのグループが再発見された。このグループのリーダーはトレインライダーと自称し、ドイツ最速の列車であるアイスに乗ったことで有名である。インターネットの動画では、数年後に彼が不治の白血病のために死亡したと報じられたが、後にトレインライダーはインタビューでこの動画はファンが作ったもので内容が虚偽であると明らかにした。2008年には40人のティーンエイジャーがトレインサーフィンによって死亡した。ソビエト連邦では1980年代にティーンエイジャーや青年による路面電車でのトレインサーフィンが時折見られた。ソビエト連邦の崩壊後の1990年代にはロシアや他の旧ソ連の国々で線路近くに住むティーンエイジャーや青年がエクストリームスポーツとしての興味や経済的な危機から通勤電車でトレインサーフィンをするようになった。21世紀に入るとモスクワ地下鉄でもトレインサーフィンが見られるようになり、グループやインターネットのコミュニティも作られた。2000年代中盤にはモスクワ地区で近郊列車の頻繁な運休や列車の混雑が見られるようになった。2010年夏、モスクワの近郊列車が10本も線路補修のために運休し、列車の混雑とトレインサーファーが激増した。トレインサーファーはインターネットを通じて組織化し、近郊列車、地下鉄、ローカル列車で外側に乗る大規模なトレインサーフィンイベントについて話し合い始めた。2011年の初頭からロシアのトレインサーファーはロシア最速の高速列車、サプ3へのトレインサーフィンを始めた。2013年12月に2人の青年がサプ3でモスクワからサンクトペテルブルクまでトレインサーフィンして検挙された事例は海外にも報道された。2011年にはロシアで100人以上の人々が止まっている列車の屋根に乗った際に架線に近づきすぎて死亡もしくは重傷を負い、数十人の子供のトレインサーファーが死亡している。19世紀後半に鉄道が敷設された日本の場合は当初から乗客は客室に乗るという前提で運営されていた。1900年に制定された鉄道営業法では第15条において乗車券を有する母列車中座席の存在する場合に限り乗車することを除く第33条では罰金を科す対象として列車中旅客乗用にともせざる箇所2条、至る時と定めており、車体の外に乗客を乗せることは想定の外で実行者は処罰の対象となる。ただし、車両が狭小で速度も低い軽便鉄道では一時的な混雑の対処として車外への乗車を容認した例も戦前には存在した。太平洋戦争後には、復員兵や買い出しの輸送需要が激増する一方、戦災による車両不足や石炭不足などの原因で輸送力が極端に低下したため、車体の外に乗車する状況が全国的に現出した。これらは経済の安定や車両の補充などの策が講じられることによって沈静化し、1950年代にはほぼ見られなくなったが、その後の高度経済成長による通勤客の急増に対応できない線区では、機関車のデッキや客車の出入台の外にまで乗車せざるを得ない例もあった。日本では欧米のような趣味を目的としたトレインサーフィンは目立つ形では見られないが、2000年代においては貨物列車や車体の外部に不正に乗車した事例が散見される。詳細は不正乗車、車外での不正乗車を参照。トレインサーフィンはインド、バングラデシュ、南アフリカといった国々ではごく普通かつ日常的な乗車方法である。これらの国々は人口密度が高く、列車の本数が需要に応えきれないために、そうした乗り方を余儀なくされている。インターネットの発達とともに、トレインサーフィンを動画に撮影して、ネット動画サイトに投稿することが世界的に増加している。トレインサーファーたちは、ソーシャルネットワーキングサービスを使って、お互いを見つけ合い、小さなグループを作って、旅行をすることも可能である。トレインサーファーの大きなコミュニティが存在する国では、ローカル列車の外側に乗る大きなイベントを組織し、参加者の数は数十人に達することもある。インドネシア語ではトレインサーファーのことをルーフライダーと呼ぶ。トレインサーフィンを行う乗客は、それをエクストリームスポーツとみなしたり、無賃乗車の方法とみなしたりするが、車内に乗るよりも多くの利点があると考えている。屋上の乗客への障害物頭上の交流25000Vの架線、終電装置その他の電車の設備多くの地下鉄では、車体の上と側面の隙間が非常に狭いため、地下鉄の屋根に乗る試みはしばしば致命的で非常に危険である。トレインサーファーには死亡や重傷のリスクがある。生命のリスクとともに、トレインサーファーは鉄道警察や警備員による逮捕、起訴のリスクにもさらされる。警察に逮捕されるモスクワ地下鉄のトレインサーファートレインサーフィンは、オーストラリア、インドネシア、ロシア、アメリカ合衆国を含む多くの国で違法行為である。多くの鉄道では、車体の外側に乗る乗客を厳しく見張り、鉄道警察や警備員を雇って事件を防いでいる。警察官や警備員は常に乗客の多い駅や貨物ヤードのある地域で見回りを行い、トレインサーファーが現れれば逮捕できるように備えている。鉄道警察が多機能車両や SUV やパトロールカーで鉄道施設を巡回する国もある。警察がトレインサーファーを列車から排除して逮捕するため、組織的に襲いかかることもある。国によっては法律でトレインサーファーに対して多額の罰金や短期間の入獄を課している例もある。メルボルンでは2010年の最後の4ヶ月間に少なくとも87人がトレインサーフィンに関連する容疑で逮捕された。ロシアでは2011年の10ヶ月間に1000人以上のトレインサーファーがモスクワで逮捕されている。インドではインド鉄道の中部鉄道で1日に153人がトレインサーフィンのために起訴されたことがある。列車の外側への乗車を防ぐため、鉄道事業者は繰り返し、トレインサーフィンの危険を警告する掲示を行っている。公式な数字はないが、ロンドン地下鉄はチューブサーフィンに対する啓発キャンペーンを実施した。インドネシア鉄道会社はトレインサーファーを阻止するための対策に取り組んでいる。電車の屋根に有刺鉄線を張る、トレインサーファーに赤いペンキをかけるなどの手段を取ったが、いずれも効果的ではなかった。2012年、線路の上方に複数のコンクリート球をぶら下げることで設置区間においてトレインサーファーを一掃した。しかし、この方法は死に至らせる可能性があり過剰であるとの批判もされた。ありがとうございます。